19世紀のホルモゴルイ・ホルモンゴルイは、ロシアのアルハンゲリスク州にある古い村で、ホルモゴルスキー地区の行政中心地。北ドビナ川の左岸に位置し、川口の町アルハンゲリスクからは南東へ 75km、アントニエボシースキー修道院からは北へ 90km。町の名は、フィンランド語のコルムーマッキーから来ている。人口は4592人。 ロシア帝国時代の有名な科学者、ミハイル・ロマノーソフは、近くの村の出身である。ホルモゴルイには、歴史時代の初期には、フィンウゴル五族の、サバラッチオ・セジアズという人々が住み、古いノブゴロドやガレリアの年代記ではこの人々は、イエムとも呼ばれていた。この地に入植した、最初のスラブ人は、ボログダ地方から1220年以後にやってきた、ポモールの人々である。 14世紀には、ホルモゴルイの町は、ノブゴロド公国の最北に位置する公益拠点として、栄、え、八海や北ドビナ川を通じての公益が行われていた。1554年には、イギリスの息子被会社がホルモゴルイに拠点を置き毛川の取り扱いを行い、八海を通じて西欧へと輸出したため重要性は増した。1584年にイヴァン4世がさらに下流に、 ノボホルモゴルイの町を築いた後は、その重要性は、次第に低下していった。モスクワ大公国の相続争いに橋を発する、大動乱の時代、1613年には、スウェーデン軍がホルモゴルイを占領したが撤退したと、されている。17世紀18世紀には、ホルモゴルイは、モスクワ大公国の流刑地ともなっている。1682年にはこの地方最大の、 ホルモゴルイ大聖堂が建立されたが、スターリン時代の1930年代に取り壊された。しかしその他の古い木造の聖堂や工場などは今でも残っている。この地方は中世からマンモスや聖ちの牙を使った彫刻などの工芸で知られており、現在でもこの伝統は受け継がれている。ホルモゴルイの聖堂付近で2008年に行った発掘の結果、 特別な方法で埋葬された若者の遺体が発見された。死亡時の年齢や埋葬時期、殺害に使われたとされるサーベルの跡などが一致しており、法医学鑑定を受けているが遺体がイヴァン6世のものである可能性が極めて高いとの見解がなされている。ありがとうございます。